はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日ね、これね、偏差値65円の算数なんですけれど、これ元旦のね、あれなんでね、明けましておめでとうございます。ね、まあいよいよね、もうこの1月2月で勝負決まるっていう人も、まあ見ていただいてると思いますけれども、まあ今年もよろしくお願いします。この中学受験さくらチャンネルは、この私竹谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップ、お年玉もお願いします。では、早速やってみましょう。慶應義塾のね、ジュースの、もらえる問題です。じゃ早速やってみましょう。日吉の方ですよ。あるジュースは1本100円で、空き瓶4本持っていくと新しいジュース1本もらうことができる。例えば700円あるジュースを9本飲むことができる。ね。700円あればね。で、その1900円では四角本のジュースを飲むことができ、四角円あればジュースを90本飲むことができますと。いうことなんですけど、まあ、どういうこと言ってるかっていうと、1本100円のジュースがあると。ね。で、この100円飲んだら空き瓶を4本貯める。3本300円、4本400円、これ4本空き瓶貯めると1本ジュースがもうもらえるわけですよ。だから400円で5本飲めるんです。で、しかも今度は100円でまた買って、100円でまた買って、100円でまた買うと、今度は300円飲んだらまた1本もらえちゃうわけです。そうと、この人9本飲んでんだよね。9本飲んでんだけど、買ったの1234567本なわけです。700円なんです。だから700円で9本飲むことができて、ちょっとお得な感じがするわけですよ。で、この時にさ、問題。1900円では、四角本のジュースを飲むことができると。さあ、今7本ですけれども。で、さあ、1900円までこれやってみますね。さあ、100円、100円、100円。さあ、これで4本揃ってもらえるです。さあ、この時点で10本になりますね。で、1900円。さあ、100円、100円、100円。これ13本です。ね、で、これもらえるわけです。100円、100円、100円、これで16本、1600円です。で、また1本もらえちゃうわけです。さあ、今度、これはラストでしょう。これね、100円で飲んで、100円で飲んで、100円で飲んで、これ19本買いました。1900円買いましたよ。でも、これで1本またさらに飲めちゃうわけです。そうだとすると、さあ、何本ジュースを飲めますかってわけだよね。4かける6足す1ね。4かける6足す1。24足す1の25本飲めちゃうわけです。1900円では1本100円なんだけど、買うのは19本だけど、もらえるのは6本もらえるから、全部で25本のジュースを飲むことができると。じゃあ、今度ね、四角円あればジュースを90本飲めると。90本飲むためにはね、何円分買わなきゃいけないかってことなんだけどね、これ見ると最初の4本だけは買わなきゃいけないんだよね。400円4本で、そうすると1本もらえちゃうわけです。その後は3本もらって1本もらう、3本もらって1本もらうっていうね、図式になるんですけど、ほんとね、まずね、4本かける何列か、ね、ちょっとやってみます。90本飲むためには、90割る4の、ね、22余り2ですよ。ね。だから、4本の、ね、これで1本もらえるっていうね。
この長い長方形が 4×22 列並ぶわけです。4、100、100、100、100。ももらう、100、100、100。ね、も、100、100、100。で、点々点って言って、22列、これが並んでね。さらに、これで88本だよね。4かけるね。あと2本。で、ここはもらうですよ。そうすると、さあ、これで90本です。これで90本目。ね。さあ、この中の90本のうち何本もらってるかっていうのを今度考えるわけです。さあ、4×22、22列の一番上は、ここだけ以外はもらえるわけです。そうだとすると、22から1を引いて、21本でね、ここから、ここまでは21本。で、このもらう、飛び出たもらうを1本もらってますから、全部で22本もらってんです。90本飲んだうちの22本はもらったもんなんです。だから引きます。90-22は68本。だから68本もら、買って、22本はもらったんだと。だから68本買いますから1本100円なんでね、6800円あれば90本飲めちゃうわけですよ、ね、これがジュースの当たりの計算っていう感じでね、考え方ですね。今日もね、元旦からね、見ていただいて本当にありがとうございます。いい年になりますようにね。まあ、頑張りましょう。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップ、お年玉もお願いします。では今日はここまでにしましょう。